はい、皆さんこんにちは。ラジオ漫才の時間です。はい、というかもう最近も暴言ラジオがね定着しましたね。はい、ミッシーミューの暴言ラジオか柳田正樹の神田さんの暴言ラジオか分かりませんけど、今日はね俺の暴言になるかな、ね、私あんま暴言言わないよ。じゃあたまには言ってよって感じだけど、なんか暴言あるちょっとでもいいから。あんまないかも今のところ。あんまりないの。だでもさ、政治の話とかするとさ、あの中国のロヒンギャとかすごい言うじゃない。ロヒンギャじゃねえから中国は、ね、中国のロヒンギャとかすごいよね。宗教問題だって言ってもね、聞いてくれないミスイメージですけどね。最近は宗教学者というかね、キリスト教学者というか出てきてますけどね。はい、算数は苦手だってことで宗教は得意かな。はい、まあそんなこと言っておりますけど、今日のね冒険ラジオは、ね、超能力についてのねまたねもう一回続くんだ、ね、ちょっとさ絡んできてくれた人ありがとうなんだけど、俺は言いたい、あの貴公子だとかいろんな人いるから、ね、そのことね俺のことも話して言ってみたいんだけど、本当はね親父の話もしたかったから、まあいいや、行きましょう。それではラジオ版講師の人ってそれ職業にしてんの？わかんない、そうじゃない、そうじゃない、普通の人なんだけど、俺さよく言うのはさ、なんかって話題になると、うん、すぐ僕はね武道やってたとかさ、ね、気候のデータレポーターとかさ、スーパーナチュラル知ってるとか、ね、俺さ絡んでくれるの嬉しいんだけど、もうちょっと分かった上でねいろいろ話をしてる人、うん、キャスルで投げ飛ばされた人もいる、ね、うん、みんなが投げ飛ばしたキャスルだったら、うん、でまあね、あのはっきり言っとくと俺さ、なんだろうな、やっぱりさ、あの俺って軽く見られるのかな、だこういう調子だから俺が超能力なんかじゃなくてなんか嘘くさく見えるのかな。俺を知ってて、俺のさ例えばさそういうさマジックをしてる人たちはみんなそんなことやったとしてもさ、俺は、うん、いや矢野さん本当にできるからそのままだけでしょうで終わっちゃうんだけど、うん、そうだね、なんか周りの人から変な絡まれ方するんだよね、うん、あ、なんかね、そうそう、だから俺があのなんで今まで超能力だって自分が言わなかったかってさ、俺だって超能力って言葉嫌いだし、あの言いたがねえんだよ。だけど偽物が多いからでしょ。なんかもっとうさんくさい感じでやんなきゃいけないのかな、うん、気候もそうだから、うさんくさくてさ偉そうな顔してさしかめったらしてる方がいいのかなって、やらないといけないじゃん、えいみたいなのダメなんだろうね多分さ、うん、時代劇のさ悪代官みたいになんかさこう、うんうん、ね、ああいう雰囲気でうさんくさくやんなきゃいけない。だから俺さ少なくとも人を空中に浮かして飛ばすことはできるよ技でね、うんうん、だけど空中に浮いたりとかさそんなことさ念力でどうだかできないけど、うん、少なくとも俺スターウォーズのオビワンケノビと同じか半分ぐらいはやつのやることできるもんね、うん、フォース、うん、フォースはね、だから特にフォースが強いから、うん、あのできると。だからもちろん催眠術からないから全部今まで過去のこと全部やってて、うん、ね、それに絡んでくれるのいいんだけど、私はごめんなさいね、ある人のこと言ったって申し訳ないんだけど、僕ありがたかったんだけど絡んでくれて、うん、でもね、あの私はスーパーナチュラルを20歳の頃から知ってますと、こういうことをね俺のスレッドで書いて、俺が突っ込んだらもうやめませんって言われて、20歳の頃からやってだからさもうやめませんとか言われたんで、いやこれ俺のスレッドだからね、あのやめませんないでしょ、ずっと続けますよって言ったらね、うん、俺のね濁点が入ってないこと使ってスレッドじゃなくてスレッドですよって言って、だから俺ったらね、ご自宅で俺のお家芸だってことも知らねえのかよ、直さないのが得意だってことも、ね、うん、まあいいんだけど、うん、でまあそんなことありました、はい、まあね、でもそんなこと気にせずに、まあ、あの今度超能力やるんだけど、はい、だから言いたいのはさ、貴公子で俺あの龍先生とのさ付き合いがあったから、うん、今龍先生がお亡くなりになった後、俺が清流会中国憲法道場のね、うん、あの簡単に言うとその後継者をみんな育てる意味でのスーパーバイザーとして、またはさ、はいはい、世界最高顧問として、うん、で龍先生に言われてさ、僕はどうなったら、いやじゃあ何段出るか好きな段つけてくれよって言われたんで、うん、俺自分に、俺大体武道最低2段は取ってんだ、うん、お願いなのは最低2段だから最高2段なんだけどね、うん、何でも2段、空手でももう、うん、あもう何でも2段、柔道でもさ、うん、少林でも2段なんだけど、昼の行列だ、ね、そうそうそう、オール2段だよ、だけど、あ、今コーヒー沸いてきたね、段だね、うん、2段なんだけど、じゃあ先生、俺10段でいいって、おいいよって言って、俺は10段なんだよ変わる、だ段なんてそんなもんなの、ね、将棋のさ、例えば好きなマニアがさ、プロの将棋選手を取り上げると何段あげましょうか、とりあえず5段から6段あげましょうかって言うから、うん、俺やだよ、俺普通にやってあのサイコロ2個振っただけで、あのね、あの同じ段出せるんだからって、森内先生に、うん、じゃあ6のゾロ目が出たら12段ですよということは森内先生と格好つかなってすごく怒ったことが怒られたことあったの格好つまあね、だから実際俺強いし、ね、すごく勝負に強いし、まあそれは関係ないんだけど、うん、まあ現実的にさ、要するにそういうできない人たちが何言ったってダメなの、うん、だからもしかする言うんだったら、自分ができる人またできる人出てきて勝負しろと、うんね、俺を気で飛ばしてくれてもいい、うん、何でもいい、ね、そう、昔そういえばさ、うん、フーディニーがさ、うん、なかなかこう霊媒師本物に会えなくて、そうそうそう、全部さマジシャンだから何のトリックとかイカ様使ってるのを見抜いちゃってて、でそれでショーをやったりしてて、ね、だからいいとこ気がついたのは、これ明日以降でも話すんだけど、うん、俺簡単に言ってね、要するにフーディニーなんだよ、うん、
やっぱフーディニーのそれをあの、まあまあ、読んだりね見たりいろんなことしたときに、うん、やっぱりさ、うん、超偽物が多いのできるぜって言ってこれマジックでできるんだぜっていうのそうだから あ, のある人が、ね、言ってくれたんだけどね、うん、第五の、ね、ババ抜きの話が出たんだけど、うん、マクドカード使ってホリエモンとババ抜きやったって意味ないじゃない、うんうん、やってるものが全部あいつのさマジックの道具でどっちかっていうとメンタルの、うんまあ、名前に風上にも置けないようなことやってるわけよ、うんね、だから俺はそうじゃないじゃん絶対、うん、そうだね絶対そうじゃないんだよ、うん、だから俺の方はやり方もわかるしやり方を教えることもできるから言ってるわけで、うん、みんなトレーニングするできるわけだ、うん、表情で当てるカードがなんで流行ったかってみんなできるようになってきたからしょ、うん、そうだねリコレクションはみんなできないからなんだろうけどでもあれもみんな課題でやってた時代あったからねそうだから簡単に言うとこれ今回も表情で当てるカードやるんでね、うん、そのね動画撮ってないんで今回少しやりたいんだけど、うん、あのもちろんあのガチねあの、うん、でやろうと思ってるね、うんうん、まああの変な話だけど、まあ、そういうようなことをいろいろ考えたときにじゃあみんながね、やっぱりさそれをさどういうふうな目で向いてくれるかってことが大事って思いました、うん、で、うん、最後にね僕のね今日話でねもう一個あったんだけど父親が喧嘩で強いとかなんとかすごいことがあったっていうねあれが聞いたんで、うん、あったんで動画で見たんだよそれ、うん、YouTube だかなんかだねそれで言いたいうちの親父すごかったうん、喧嘩の仕方を教えてくれたで前も何度も話したけど、うん、うちの親父の教え方っていうのは喧嘩をやってみせてくれただから何度もさ喧嘩ができなきゃダメ、ね、でうちの弟が小学校3年生の時中学3年生とこれ何回か話したかな、うん、喧嘩した時に やられて返したよで俺が学校から帰ってたらおすげえ行走した親父がいて俺のことぶん殴ったんで吹っ飛ばしたんだよ、うん、何だって目がついたら何のことか俺ついてねえしそもそも学校行ってたんだし、うん、だからいいからついてこいっていうか聞いてみたらうちの弟が中学3年生にやられてきたって小学校さんです。俺はねやめてくれって言ったの、ね、俺中学1年だったんだけど、ね、子供の喧嘩に親が出てるのかっこ悪いじゃないかって言ったらその現地行った時に何とか出てこいって言って親父を出して、うんね、親父俺と勝負だって、まあ、その街で一番怖い親父だったからそのお父さんが土下座して謝ってすいませんでした、うん、すいませんでしたって、うん、その後木刀でもう片輪になるまでその子をぶん殴ったそんな殴っちゃうこれで勘弁してくださいで帰り際に鼻歌歌ったからこうやって喧嘩ってやるんだすごいよもう本当修羅場をくぐってだからやれる人ってそういうのできるわけよく知ってんだよね、うん、知ってんだ喧嘩のやり方やだから自分が悪いんじゃないんだからその親父がやったんだからそうだよね、うん、で一番悪いのは最初その中学3年生が悪いわけでしょ、まあ、でこういうもんだと人はだから変な話だけど政治でも何でもそうなんだけどね要するにさ悪い政治家っていうのは安倍政権じゃなくてね、うん、俺の友達にもさ絶対安倍を悪く言ってる人いるんだけどそうじゃねえだろうって、うん、山本太郎とか森友子が悪いのにそれを美化してるやつだよねどうやって潰すか全然関係ない話になったけど、うん、暴言ラジオだからねだからどうやって潰すかああいう悪いやつをそれをね、うん、要するに美化してるやつらは悪いんです俺の友達でも だからフェイスブック友達でだからねいい加減な超能力のことを言ってたり私は気を熟知してるとかさ、ねまあ、熟知してるはなんか知らないけどさ俺最後こんなこと言われたんだよあんたのね、超能力と言われてそれは悪魔の方法です方法ですなんだそれ悪魔ってどこに見たこともねえのにどこに悪魔なんだよ悪魔がいるのかそうか一組のカードをさ、ね、何枚目に何があるっていうのをさ相手に言わせたら悪魔ですかね俺言いたい本当これこんなことを言ってねこれ聞いたらね切られちゃうかもしれないよ要するにフェイスブックを、ね、で全然関係ないんだけど大阪の方に住んでる人で有栖川天陽さんありがとういろいろ俺のこと書いてくれてね、うんはい、俺とは酒をね例えば3日間ね、うん、マジックなしでも飲めるかなって言ってくれたのでぜひどっかで会いたいな、ねうん、本当大阪から来てくれよと、ねうん、ロスでも東京でも本当、うん、ゆっくり話したい、うんねね、なかなかいかつい格好した、うん、ヤンキーみたいな年末年始にさやっぱそのイベント一緒に来てくれたらいいよねそうそうそうだから超能力だけじゃなくてさ俺はいい加減なこと言ってないから ね初詣も全て含めてあの時期にいると、うん、そうそうそう数日間靖国神社一緒に行こうだよ本当ね、いけるじゃない、うん、だから俺がね本当に言いたいことってのはさだから、ね、偽物が多いだけにだから本物は、うん、要するに迷惑してるそうだよね、うん、だって俺がバカなこと言って蓋川しようとかさあれだってさ俺キャッスルのさ、うん、どれだけ長い間キャッスルに貢献してる人間かっていうさ、うん、それ分かればさもうあいつが嘘だって分かるじゃん誰も、うん、そうだよね、うん、あいつ嘘つきですからみんなねよく聞いてあいつすっげえ嘘つきです、うんね、他にもいっぱい嘘つきいますみんながね友達だと思ってるやつさんに嘘つきいっぱいいるんで、うん、だってさ、うん、蓋川さんの名前はキャッスルで聞いたことがないよそうなんです高木仕様と二川仕様は聞いたことない、まあ、高木仕様の方はまあ多少はね、うんうん、私やっぱりいつもやれるのは我々以外と島田さんの名前はよく聞くねあとトトだねうん、うん、そうそうそのぐらいで、うん、あと日本の人で聞いたことないだからね真実は違うってこと、うん、ね真実は本当に違うんです、うん、だから超能力の話の時とかね絡んでくれるのはありがたいんだけど、うん、勝負してよ誰でもいいでみんなにそっと言ってもねみんなね避ける
俺たちも。なんで詐欺やねーよ、ほんとさ。だからさ、俺の日記読んだらみんなさ、俺んとこ来てさ、俺に言ってよ。ね、あれさ。イベントにしようよ。そう、だから俺の、例えばそのやれる、トムってことは嫌いだけど、もう見てみろよ。解説してあげるから、全部。納得いくようにね。はい、ということで、すっきりしましたということで、また来週です。はい、さよなら。この番組は、あなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。